はい、えー、どうも皆さんこんにちは、えー、今日はですね一人ビブリオバトルということで、えー、魂のサバイバルガイドを第2回をお送りいたしますケンシゲマツさん2020年「命の言葉者から出ている本でございます、えー、まあ前回、えー、最初にですねあのソロベイチックという人のアダム1とアダム2 ね、アダム1をケンシゲマツさんは、えー、と言い換えて、えー、と達成を求めるアダムで、えー、アダム2を魂を求めるアダムと呼ぼうと。なのでこう達成、まあ、ドゥーイングとビーイングの、ね、こうバランスみたいなことが、まあ、本書のテーマなんですね。 でえー、と70から72ページなんですけれどもちょっと面白い話があってその、まあ、キリスト教の、ね、こう2000年間の歴史の中で、まあ、代表的な恐怖、ね、教会の父と書いて恐怖であったりとか、えー、とカトリックの司祭であったりとかさまざ、あ、まな神学者であったりとかいるんですけど、まあ、その、えー、と中で 何人かの人をピックアップしながら、なん、えっ、ー、とね、イグナチオ・ローラっていうんですよ。ね。これはカトリックの人ですね。で、イグナチオ・ローラ。そして、えっ、ー、と、アッシジの聖フランシスコ。この人はまあ結構有名ですよね。この人も12世紀の聖人なのかな。で、アウグスティヌス。で、アウグスティヌスっていうのは、まああの、もう西洋神学の父と、父と言われている、えっ、ー、と、まあまあもう本当にこう、 我々が神学と呼ぶものの礎石を作った。まあ、パウロを除けばね。ええー、っていう、まあ、アウグスティヌスという、えっ、ー、と、確か 4, 4世紀でよかったと思うんだけど、という人ですね。で、えっ、ー、と、トマス・アキナスですね。この人も神学大全という、ええー、本を記して、表して、えっ、ー、とー、まあ、カトリックの まあ、あの最大の進学者は誰かと言ったら多分トマス・アキナスっていうのは未だに、えー、もうねクラシックとされているというかね、えー、そういう人ですで、まあ、この4人の、まあえー、とそれぞれに性格が違うんですよでそれにこう類型化してえっ、ー、と信仰者のタイプを分けたっていう話があってこれちょっと面白くないですかでなんかあるじゃないですかその日本でもさそのあなたは家康タイプですね ね、忍耐力があってみたいなとか調整型のリーダーで、ね、とかあるじゃないひ秀吉タイプですねみたいなさコツコツね努力して野心家でみたいな、えー、あなたは信長タイプですねみたいなねあの結構もう独独独断型のリーダーみたいなねあのそういう話ってありますよねでなんかちょっとそれにもちょっと似てるというかそういうような話で えっと信仰者のタイプをえっと四つのその成人でありま進学者になぞらえてっていうのがちょっと面白かったんであのちょっと長いんですけどあの解説しながら引用したいと思いますさまざまな機質これねマイヤーズグリ のの性格診断っていうのがあるんですねこれ僕はちょっと知らないです。ちょっと知らないですけど。まあだからエニアグラムとか、まあちょっとそういう、その類なのかな。で、その、それが好む霊的習慣を調べ、それぞれのグループに有名な成人の名前をつけて分類した調査結果があります。それによると、北米の40%の人はイグナチオタイプの霊性を持つことが分かりました。 で、イグナチオ・ローラーですね、えー。この人の冷静というのはどういうことかというと、つまりこの人たちが神にアプローチする仕方は、16世紀に活躍した聖イグナチオ・ローラーに似ています。で、イグナチオタイプは、とても実際的で責任感が強く、具体的な形で人々に仕えること、例えば病人に食事を届けたり、ハビタット・フォー,ー・ヒューマニティ、これね、薬、えっと、中で世界70カ国以上の国で、 貧しい人々のために、えー、住宅支援を行う国際 NGO だそうです。まあだから、あのー、まあ皆さんも馴染みであるでいうと、まあワールドビジョンとかね、えっ、ー、と、WFP とか、まあそういう、いわゆるこう、ね、世界の貧困のために具体的に行動を起こしているね。で、そういうものに参加して家を建てることを好みます。だからまあ、あのー、本当そうで、 僕これ結構身に覚えっていうか知り合いでもその北米というかまあアメリカ人のクリスチャンで割とその本当にこうアフリカとか中南米とかの貧しい国々でこうね普段はこは左官屋さんみたいなこととか配管工とか。 ね、あの現場作業員とかをしてるんだけどそういう国々に行って、えー、教会を建ててきましたとか貧しい人のために住宅、ね、学校を建ててきましたみたいなそういうのをものすごくですねなんかあの嬉かうれしそうに語る僕のねクリスチャンの知り合いにね、えー、と何人か覚えがあってすごい彼らがねそれを語るときに、ね、なんかこう誇らしげというか,なんかどうだすごいだろうっていうんじゃなくてなんか本当に自分が。 嬉しかったんだよね、あれをやれてっていう。なんかね、すごく嬉しそうにそれをね、語るっていうのがあって。で、日本人でもそういうのが本当に好きというかな、そう,そういうことをしてる時に生き生きする方もいらっしゃるかとは思うんだけど、なんかやっぱり北米はすごくそういう人多いなって感じがしますね。で、えー、続きを見ますと、実 <laughs> 実際にに体をを使っってて働くここことととでのののタイプ人人々はは役に立っていると実感しままますす彼ら組組織的なことや枠組みを好み好、ま、た秩序正しく 一貫性のあるアプローチで神を求める傾向があります。これもね、すごいね、あの、北米あるあるで、あのね、これね、その国際 NGO とかで働いてると、すごく、まあ、あの、よくある話として、割と話されてることで、それやっぱね、あの、北米の人、まあ、アメリカがヘッドクォーターっていう団体がすごく多いんだけど、ね、NGO とかって。で、そうすると、そのね、うんと、アメリカ人の、そのね、そのね、 ま,あまずそのドキュメント好きなんですよね。すごくこうドキュメントを作ること、そしてそれをこう数値化することとかすごく好きだったりとか、あとね、組織図大好きなんですよ <laughs>。やたら組織図を作りたがるっていうあるあるがあって。で あのーまあ、だからその外資系の企業とかで働いてらっしゃる方もそうそうっていうのか今はそういうトレンドじゃないよっておっしゃるかちょっと僕もその現場のことをよくわからないのでちょっとわかんないでも少なくともその国際的な NGONPO とかでは、えー、そういうそのアメリカ人組織図作りがちっていう、まあ、あのレーザーラモン RG だったらばそういう歌を歌うんじゃないかな。 国際 NGORL、早く言いたいみたいな。早く、早く、早く言いたいつって。<laughs> 言わないってね。最後にサビで、組織図、組織図作りがちみたいなさ。なんかあるじゃないですか。そういうのを多分 RG なら言うんじゃないかなと思います。まあ大きく話が逸脱しましたけれども。 で、えっと、だから、あのなんかさ、その組織図のあのフローチャート的なやつさ、あの、うん、なんかすごい、なんかアメリカ人が作ってるイメージ、そしてなんか日本にも作らせたがるイメージがあって、で、あれって、ちょっとまた、なんだろう、うあんまこれ深入りしない方がいいな、多分。はい。<laughs> ちょっとごめんなさい。あんま深入りしない方が良かった、やっぱり。でも、まあまあまあ、だから、そう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 。 でもなんか本当僕の、やっぱりその、それってそういね、なんかね、そういう、やっぱりその言語に内在するものでもあったりするんで、やっぱ分析的な思考をする方々なので、やっぱ幻想記号のさ、あの表とかね、メンデレーフで,でしたっけね、確か、えっと、うん、の、あれとか、 あとはなんだ、その樹形図とかあるじゃないですか、その哺乳類がこう分かれてとか、爬虫類とか、あの発想って多分アジアの人ってしないじゃないだからあれやっぱその北米というかそのアングロサクソンなんですよ、あの発想。うん。 でやっぱ太陽系とかっていうのもやっぱ厳密に定義していったりとかねやっぱそれがやっぱりこの文明を進めてきた側面もあるからすごく人類のね共通の遺産として我々もそれを享受しているで一方でやっぱりその僕の知り合いのアメリカ人でやっぱり物事を深く考えるものすごくよく分かってる人はそれの限界もやっぱりわきまえてるから物事組織図作るのはいいし我々アメリカ人って組織図好きだよね なんだけど全てが組織図通りに進むわけではないしその組織図が足かせになることもあるからそれぐらいに思っとかないとねっていうことをやっぱり分かってるアメ,アメリカ人ほど言うなっていう印象がちょっとあったりするかなちょっとごめんなさい、ね、だからめっちゃ話それたけどだからなんかねそのこのイグナチオローラタイプってまさに、えー、そういうことなんですよなんかこうその。 行動型のの、えー、中小企業の社長みたいななイメージなんですよ <laughs> でそういう方々が多いのがやっぱりその北米の方々だから40%ですか。で、えっと、北米の人で38%の人はフランシスコタイプ支持の聖フランシスコですねえこの冷静を持っています。で13世紀に僕さっき12って言ったけど13世紀でした。で12世紀あ13世紀に神と自然を愛した アッシジの聖フランシスコのようにこのタイプの人たちは自然の中を散歩したり芸術や音楽感動的な小説に触れたり コーヒーを飲みながら友人と会話を楽しむときに最も神と深く交わることができます。これもすごいね、わかるんですよね。で、あの、アシズノ・セイ・フランシスコもし知らない方がいたら、ぜひね、あの、まあ、ブラザー・サン・シスター・ムーンというあの映画にもなってますし、まあ、いろんないい本がいっぱい出てるから、ぜひですね、あの、僕はおすすめです。えー、で、えっと、やっぱね、アシズノ・フランシスコって本当にこうね、その、彼がね、その、 パウロでいうところの,その、ね、目から鱗が落ちたあの、ね、ダマスコ途上の経験っていうのがアシ立のセ・フランシスコの場合はあの、まあ、ハンセン氏病の、ね、患者に出会うんですよ。で彼ってまあボンボンで金持ちの貴族だったんだけどある時にその目の前にハンセン氏病の患者がいる。 でもも皮膚ボボロボロになっているで彼を見た時にもう神の憐れみに打たれてフランシスコは馬から降りてそのハ、ね、ン、えー、センシ病の患者を、まあ、素手で抱きしめるんですよね。 でまあ当時それで感染するということが信じられていたまあ今はそれでは感染しないことは分かってるけどでもそういう世界観の人がそうやって触れて抱きしめてで涙を流してでその日から指ジのフランシスコはもう人生がもうバッチン変わるんですよねそして、えー、彼はもう本当に貧民救済運動に進んでいく、えー、そしてまたフランシスコの本当に一番特筆すべきもう一つはその「ブラザー・サン・シスタ・ムーン」って彼が作った詩なんですよ ですでそれはその私の兄弟なる太陽よ私の姉妹なる月よ共に神を褒めたたえよこの木々たちよ小鳥たちよ野、ね、の,の動物たちよ 虫たたちを、をに神を褒めた対応そういうい歌なんです、ね、だからすごくですね自然というものをすごく大切,な人な大切にした人なんですよ。で近年「アシジの聖フランチェスコと自然主義」っていう本が出てて、えー、とこれ僕読んで本当面白かったんだけどまさにその自然界とかを通して神を感じたりとか、まあ、ここに書かれてるけど芸術や音楽感動的な小説に触れたりコーヒーを飲みながら友人と会話を楽しむときに最も神と と深く交わることができますで決められた枠組みの中で行うよりももっと自由なアプローチで神を求める傾向にありますこれが38%だからその40%がイグナチオタイプじゃないですかだから北米だとそのそれに匹敵するぐらい多くの人がそのなんか肩に縛られることが嫌いででむしろこうなんかロジカル なその行動よりもえっ、ー、っとと感覚的と言ったらいいんでしょうかねだからなんか福音書で言うとマタイ・マルコ・ルカよりもヨハネが好きっていうまあそういうタイプの人だと思うんですよね。でそのタイプ、えー、とアダム1とアダム2で言うとアダム2ですよね。あの関係を求めるアダム魂を求めるアダムが強いえこういう人たちが38%いるよと。<laughs> うん で、12%の人、これ少数派なんですけども、北米ではですよ。北米です。では少数派の人は、えー、アウグスティヌスタイプの冷静を持っています。彼ら,彼らは、えー、4から5世紀の優れた思想家であったアウグスティヌスに似ています。これもさっき僕3世紀って言ったね。4世紀から5世紀だそうです。で、えー、アウグスティヌスに似ています、えー。アウグスティヌスタイプは哲学的で、 ねえー、神や人生の意味を感想することを好みますこのタイプの割合は10%をわずかに上回るだけですが霊的なリトリートの参加者の50%以上,以上はこのグループが占めます面白いですよねだからこうえー、っとまああの今さその今っていうかまあそのえー、っとねだかな霊的感想とかね、えー、言われるんですよね見て。 思うとかね、えー、あとはなんかそういう,う今まあプアメリカでも、まあ、日本でもちょっと流行りだしているんだけどいわゆるそういう何て言うのかな、あのー、ヘンリー・ナウエンとかね、うんえー、とそういう著作が好きな人だったりとかでそういう方々がその霊的な旅路 に人生を何て,て,ていうのかなそういうねあのことを活動してるグループや個人や団体があったりとかするんですでそういう霊的リトリートとかって呼ばれたりするんだけどそういうののことをでまあちょっと1日合宿2日とかで合宿したりとかするんですよでそういうのを主催すると半分以上の人が、まあ、ア,ウアウグスティヌスタイプつまり人生、えー、哲学的に考える人そして神や人生の意味を ね、思い巡らすことを好むこういうタイプの方々なんですって、えー、これもだから大きく分けるとアダム2とかになるんじゃないかなと思いますねでわずか10%の人が飛ますタイプになりますでこのタイプの霊性は13世紀の 神学の大トマス・スアクイナスに似ています、ね、え彼らは頭を使って神に近づくことを好みます聖書の学びや神学キリスト教関連の読書を心から楽しみます他のタイプに比べて牧師は極端なほど高い確率でトマスタイプに属しますこれも面白いですよねで信徒の霊的成長を促すために牧師が聖書勉強や えー、進学的学びを強調するのもうなずけますっていうね。<laughs> この、このなんかこう、ちょっと暗に牧師バイアスみたいなものを批判している感じがちょっと僕は面白いなって思うんだけど。だからまあ、自戒を込めて、原マ松さんは、その牧師はやっぱりトマスタイプが多いから。で、トマスタイプっていうのは、その聖書研究、そして進学をしっかり理解することによって神に近づけるんだっていう確信があるから。でも実は全体で言うと、まあ、北米ではですよ。北米では、えー、わずか10%の人のタイプなんだけど、それを、 周りに押しし付けちちゃううっっていいのはちょっとあるかもしれないですよねだから牧師は自分が神に近づく方法が聖書研究なのだから他の人も聖書研究によって進学の勉強によって神に近づくに近いないって思っちゃうんだけどでも残りの90%はアウグスティヌスタイプであったりフランシスコタイプであったり、ね、そしてイグナチオ・ローラタイプであったりするわけだからだから。 そのなんだろうカース途上国の活動とかなんか家を建てるとか、えー、あるいはそのなんか自然の中で、えー、ねそういう感覚的な芸術を楽しむとか、えー、そしてまたその霊的感想リトリートとかっていうのをやるとかそういうのをバランスよくやっぱり教会のプログラムに用意しておかないと、まあ、牧師のその知識偏重って言ったらちょっと言い過ぎなんだけどそういう 知識によって、えーまあ、神近づくという傾向を押し付けちゃうことになるよっていうのを多分まあ暗にここにまあシギマスさん言っててで多分これが北米の話だから日本になるとこの配分って結構ガラッと変わるイメージが僕はあって割と実は日本だとトマスタイプ多めでどうかなフランシスコタイプも多くてでえー、っとむしろそのイグナチョタイプは 少数派になったりするかなとかちょっと分かんないですけど日本のデータはないです。で,でも自分にね、えー、胸に手を当ててもちろんなんかそのあらゆるねこういう性格分類が言えるんだけど自分はどれ か一つってことでもないからさ自分の中の半分はトマスタイプだけど残りの2525 25はフランシスコとアグスティンスだなとかいろいろありますから何とも言えないんだけどまあちょっと自分は一番これが優位だなみたいなことを分かっとくとそのバランスをとっていく上ですごい大事になるんですよね。で、えー、と続き読みますと私も牧師で聖書勉強が重要であることはよく分かっていますが人々が神につながるにはさまざまな方法があると考えています。だからこれをね 牧師がちゃんとわきまえとかないと自分がこうだからね。他の人もこうだって思いがちだよ。ってことですよね。で、人生のある時期においては、聖書や神学を学ぶことだけが神を知る。最善な方法ではない場合もあり、そのことで信徒に不必要な罪意識を与えるのは良くないと思っています。はいで、自分に合う命を与えてくれる霊的習慣を見つけることが私たちすべてのものにとって。 大切です。自分が霊的旅路のどのようなところにいるかも考慮に入れ神や人を愛する上で最も成長させてくれる効果的な霊的習慣を取り入れたいものですだからこの類型化っていうのはなんかこれ人を固定するようなものじゃなくてその自分のライフステージとかで変わってきたりもしますからだからそのいろんな引き出しを持って おくことで今はこう聖書勉強とかはもう到底できる状態にはないけれどもでも自然の中でコーヒーを飲みながらリラックスしていい音楽クラシック音楽を聴くことでもう神。 のね、臨在にるるることがでできるっていうう時期もあるでしょうで今まさにこう霊的リトリートこそが必要な人もいるでしょうそして今は本当に手を動かして実際にそのビジョンを立,てた、ね、立ち上げて起業をしたりとか NPO を立ち上げたりとかして本当に活動的に、えー、神に使えるということが自分の霊的実践だっていう人もいるでしょうでそういう引き出しをたくさん持っておくことで、えー、あらゆる人生のステージにおいて、えーまあ、神に近づくという方策を、えー、まあ何て言うかな時間に 化学老中のものにしておくことができるよという、まあ、そういう話なんですよね。えー、次ですね。78ページです。えー、っとですね、えー、っと木葬の祈りに関するこうマザーテレサの言葉というのが紹介されてて、ちょっと面白かったんで紹介します。 私たちすべてのものは静まって乾燥するね見て思うと書いて乾燥ですね、えー、乾燥する時間を持たなければなりません、えー、特に大都市に住む人には必要ですあらゆることがあまりにも速いスピードで進むからです私はいつも沈黙から祈りを始めます沈黙した心に神が語られるからです、えー、これはまあマザー・テレサが っていたよというでまあ、まあ、マザー・テレサさんねよく知られるようにねうんとカルカたタ今はコルカタと呼ぶんじゃないかな、えー、という、まあ、あれも大都市ですよねでそこでねその死を待つ人の家というのを、まあ、彼彼彼女が始めて行ったという、えー、ことを考えると本当に大都市で生活しててまたそのインドの大都市とねあの欧米そして日本の大都市はまた違うんだけど、えー、でも <laughs> あの本当にこうもう マザーテレサの言う通りでねあの何、ー、て言うのかな本当にこうさその8ビートとかさ16ビートとかっていう話で言うとさそのやっぱ東京ってとんでもなく早いんだよねでこれはね本当大阪よりも本当早いのよこれは多分もうほ間違いなくそうでで名古屋にだからあの都市の規模が基本的には大きくなればなるほど そのビーでえー、っととにかくそのなんかメトロノームみたいのがさチかカチちカチカみたいなのあるとその多分都会っていうかさ東京とかももうなんか「チカ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 みたいな「どんだけ!」みたいになるんですよ。ね <laughs> 本当に <laughs> マジで「どんだけ!」の動きになるんですよメトロノームが。ねそのそれがに、ね、ひあの日常になっちゃうから。 だけど多分神様のさメトロノームってさ本当もしかしたらなんかチッカチッカぐらいかもしんないじゃないですかそしたらなんかもう16ビートからね4ビートぐらいまで下げなきゃいけないっていうかね BPM を下げなきゃいけないわけですよねだからその BPM を下げないと神様とチューニングが合わないんであればそれはやっぱり沈黙の祈りをする必要があって で、沈黙の祈りって何で BPM 下げるかっていうと、やっぱ言葉による祈りって結構自分の神様こうしてください。神様ああしてください。神様あれをなんとかしてください。神様この問題が解決しますようにとかって言って結局自分の16ビートに神様を合わせる方に行きがちなんですよね。えー、でもこう、沈黙の祈りってまさにその自,分自分の16ビートを4ビートまで下げるんですよ。BPM を下げていって。で、神様のその波長に合った時に、あ 神様はこう願っているんだっていうことをその一回その自分の活動を忘れて、えー、そこに立ち返ることができるというのがまあ黙僧の祈りの非常に効果的な部分でだからそのむしろ田舎に住んでいる人よりも都会に住んでいる人ほど黙僧の祈りが効果的に働くこれはまあ自分の経験からもすごく思いますね。で これも木葬の祈りの木葬の習慣に関してなんだけども、えー、と80ページですねだからまあこのえっと章では多分だからそのアダム1とアダム2で言うと我々ねアダム1に傾きがちな人がどうやってアダム2的なね魂を求めるアダムっていうものもバランス取るかっていうことを強調するときに木葬がすごく役立つよという話なんですね、えー、読んでいきますね クスアノニマス、これま AA と言われるものですね。これはまあ多分クリスチャンじゃない人ももう映画とかで結構よく出てくるから知ってると思うんですけど、あの車座になってね、あの一人ずつ話していくんですね。私はアルコール依存症者のボブです。 なんとかで、えー、って言って自分のストーリーを話し始めて周りの人は聞くだけみたいなシーンって結構もう最近も海外ドラマとかですげえ出るからさ見たことある人がほとんどだと思うんだけどでこれって12ステッププログラムっていうのがあるんですよでこれをねちなみにアルルコーね AA をその開発した人っていうか AA を始めた人ってクリスチャンなんですよねでこの AA を始めたクリスチャンの話が僕もう痛く感動して本当かなり前になんかの本で読んだんだけど本当にすごいんですよねでまぁ、あ、ちょっと話戻すとでこの最初にこれだからクリスチャンじゃない人ももちろん参加できるんだけどえっ、ー、となんか12ステップの第一ステップが確か自分たちには問題解決することができないことを認めますとそして創造者 でこそが問題解決できるっていうことを宣言しますみたいなところから始まっていくんですよね。でこれに参加した人々が口を揃えて言うには依存症を克服するために最も助けになったのはステップ11だそうですと。でステップ11で何をするかというとそこでは祈りと黙想の習慣を持つことが教えられ神と意識的なつながりを改善することを目的としています。 はい、これがその依存症患者のまあ一番のその何て言うかなうーん効いたというか効果的だったっていうのはすごく示唆的だなと思いますよね沈黙してそして、えー、祈る習慣それがその依存症に効果的だったで多分このクリスチャンじゃない人が参加した場合はただ 沈黙するっていうことを多分教えられると思うんだけれども、それでも効果的だっていうのも面白いですよね。やっぱりこうどれだけ我々の脳内がやかましいかってことですよね。もう日々さ、そのそれこそもう,もうスマホ依存みたいなものを持ち出すまでもなく、まあ、情報の洪水にさらされてて脳内がやかましいんですよ。で一回それを黙らせるときに何かに依存する必要を感じなくなるみたいなことって。 ななんとくか,かりますよね、うんでえー、次行きましょうか。で、えっとね、84ページです。でこれがね「木葬の,の祈り」って神の臨在を求めるっていうんだけどこれね面白いこのね「木葬の祈りの中で神のご臨在を求める必要はありません」っていう <laughs> え「えっ?」て思うかもしれないけどこれ読むと本当になるほどなんですよ。えー、84ページ行きますね。えー「祈りの中で神のご臨在を求める必要はありません」。神は 常に私たちと共におられるからです。そうですよね。神様ってもうこの全地に満ちていると聖書に書いてるじゃないですか。で我々が山の頂に登ってもそこにいる。私たちがた私が谷底に落ちてもそこにいる。私たちが隠れ家に逃げてもなんとそこに神はおられるじゃないですかって旧約聖書に書いてるじゃないですか。 だから我々神から逃げれないんですむしろ。だから今いるんですよ。臨在してるんですよ。この部屋にもう充満してるんです。神様って。じゃあ何を我々はこの上ね。まあいるんだったらいいじゃんって思うかもしれないけどこの上に何をすべきかというと。のの祈りはすすでににににおられる神に対するる神対気づきを私たちに与えるのだって言うんですよだから問題は神様が臨在してないことじゃなくて神が臨在しているのに私たちだけ気づいてないことなんですよ。 ね、で黙想の祈りっていうのはその,その気づきを与えてくれるんだよって言っててでフランスの神秘主義者、えー、シモーヌ・ベイユこれも有名な、ね、女性ですよね確かね、えー、シモーヌ・ベイユさんっていう人が、まあ、あの若くして亡くなったすごい人がいてでこの人は、えー「祈りとは注意を向けることだ」と言いました、ね、沈黙の祈りは私たちの生き方に大きな変化をもたらします。 沈黙の祈りをすると、たとえ意識的に祈っていない時でも、創造主に注意を向けられるようになるからです。だから、の沈黙の祈りの中で、その神の臨在に気づくという、まあ、訓練といいますか。習慣を持つと、どんないいことがあるかというと、その沈黙の祈りをしていない。残りの二十三時間みたいな、一、まあ、時間やったとしたら、残りの二十三時間、また一日,日,、ね、日やったとしたら、残りの六日間ですね。週に一日やったとしたら。 その祈っていない時にも仕事をしながら今神がここにいるなっていうことを感じるというか気づけたりとかね運転しながら今この車の中に神がいらっしゃるなということが分かったりとかでそういうふうに生きることをまあ神と共に生きるという究極的には言うんだろうって思うんだけどもそれがその沈黙の祈りによってこう鍛えられていくというかですねそれがすごい大事だよってことを まあ、ベイユが言ってて本当に僕もその通りだなと思いますということで、まあ、今日はこの辺にして、また次回に続いていきます。今日は、えー、魂のサバイバルガイド第2回をお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。